another Saturday night that I ain't got nobody. I got some money. 接着完了しましたね。でこんな感じで仕上がっております。一旦その中古の弦を仮張りしてあるんですけども、弦高がやっぱり高いわけですね。12フレットで5ミリ、1フレットで 1.4 ミリぐらいでしょうか。で、今回牛骨のサドルを2個入りの1セットを買いましたので、とりあえずつけてあるんですけども、5ミリなので、そうですね、2ミリ弱 1.8 ミリぐらい削ろうというふうに思います。もともとネックをこうちょっと受け角で取り付けてしまっているっていうこともあって、あまり下げすぎちゃうとローフレットの方の方言がちょっとおかしくなる可能性もありますし、まあボディのね、材が結構厚い、もともと厚いですから、できるだけその粒立ちのいい音が欲しいので、あまり下げすぎないようにしたいなということで、3.2 ミリから 3.3 ミリぐらいの弦高を目指そうかなというふうに思います。これ今貼ってある弦は加賀の確か 25D についてた、もともと貼ってあった弦を、つけました。加賀はフロロカーボンに貼り替えたんですけども、その時に外した弦をちょっと仮止めしてあります。このウクレレにはですね、白い弦はちょっと似合わないかなという気もしますので、やっぱりオルカスを正式には貼りたいなというふうに思います。じゃあサドル削っていきたいと思います。2ミリ削り位置にですね、鉛筆で目安の線を引いてありますので、この線を越えないように削っていきます。削るのは鉄ヤスリ使いますね。あとは削ると素材が分かるんですよね。こう匂い嗅いでみると、例の男性諸君の嗅ぎ慣れた匂いがします。蜜ろくりも塗っておきましょうか。サドルも削って短くしました。オルカスのミッド貼ってきます。どうでしょうか。いい感じになったかと思います。弦高はですね、かなり削ったんですけれども、サドル12フレットで 3.8 ミリぐらいですかね。これ以上はちょっとなかなか削りづらいので、一旦これで様子を見ますね。チューニング合わせてます。オルカスのミディアム貼ってますね。買ったばっかりなんですぐ食ってきちゃいますけども、こんな感じの音になりました。